皆さんこんにちは。5月8日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあ今日の回はですね、なんとなんと、日本全国に111店舗がありますスーパーのベルクの社長さんが今日はゲストでいらしてくれますので、ぜひ楽しみにしてください。そしてこの秩父おもてなし TV チャンネル登録増えています。それでもまだ私たち1万目指しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは今週のラインナップからご覧ください。さあ今週のラインナップ、ウィークリーニュース秩父は秩父インフォラータ2019の様子、そしてコワーキングスペース働く空間がオープンしました。5月7日には塚越の花祭りが行われました。こちらの様子。そして続いて市役所インフォメーションでは、障害学習課より秩父学セミナー公開講座のお知らせ。そして本日のゲストはベルクの大島社長にお越しいただきます。そして最後 PR 秩父は木が香るフェスティバルのお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さあ今日まず最初、ウィークリーニュース秩父ですが、5月1日令和の初日となりまして、私たちこちら生配信をさせていただきましたけれども、同じ秩父神社すぐそばではですね、秩父インフィオラータ2019が行われていました。この様子取材しましたのでご覧ください。さあ20連太鼓のイベント大変盛り上がってるんですが、この秩父神社の中でもですね、あるイベントが行われています。というのも秩父のですね、いろいろなお花を使ったインフィオラータというイベントが行われているんですね。その会場がこちらなんですが、多くのですねボランティアの方々のご協力を得ながら、はい、今制作中なんですね。今年は令和の記念ということで今ちょうど作っているところです。これすべて生のお花なんですよ。はい、ちょっと上からね覗いてみると、その形がどんなメッセージがあるのかわかるみたいなので、ちょっと行ってみましょう。2階のバルコニーに上がってきました。平成殿、ここもねもう1時台前になってしまいましたけれども、さあこちらがインフィオラータ、今制作の途中ですけれども、はい、このような形でよく見ると祝令和というふうにもなっているんですよね。中央にこの母園の森の、はい、新種であるフクロウがいたりですとか、芝桜飾られていてとっても綺麗ですよね。はい、このように秩父神社も大変に令和でにぎわっています。この度はお忙しい中、何度もお集まりいただきまして、レンタルオフィスとですね、コワーキングスペース、それから貸し会議室ですね、その3つを取り備えてですね、ビジネスとしては大事な部分の機能をですね取り備えた働く空間。さて市役所の目の前、秩父ビジネスプラザの2階3階でコワーキングスペース働く空間が5月6日にオープンしました。秩父地域には今まであまり馴染みのないコワーキングスペースですが、これからのコミュニティや企業を育む場所として、またレンタル事務所や休憩場所としても機能を持ち、いろいろな用途でご使用いただけます。値段もリーズナブルはもちろん、西武秩父駅前で利便性の良い場所となっていますので、新たに集う場所として多くの皆様のご活用をお待ちしています。金額や詳細は URL を貼り付けてありますので、ぜひそちらをクリックしてご覧ください。僕のドリンクバーもお使いいただけますので、お好きなものをお選びください。
5月4日、秩父市上吉田の塚越地区にて塚越の花祭りが行われました。この祭りは釈迦の誕生を祝う行事として全国的に行われている花祭りとは異なり、毎年誕生日の4月8日からおよそ1ヶ月遅れで行われます。ツツジの花が咲く中、子どもたちが花をまきながら薬師堂を目指します。せーの。子どもたちはこの日のために何日も前から八重桜などの花を摘み、かごいっぱいに集めて中央にお釈迦様の誕生物を納める花火堂にたくさんの花や木の芽で飾り付けをしたり、甘茶作りなどをします。この地区に住む子どもたちは2人になってしまいましたが、他の地区から応援の子どもたちを迎え楽しく盛大に行われました。今日ほら一応先頭でいろいろやってきたわけでしょ。こう引っ張ってきたわけですよ、順当として。でどうだった？こう、やろうと思ってたこと参加できた。今の感想はどうですか？怪我だけど。あと、姉ちゃんが来年中学校に行っちゃった後、地元の最後の小学生になっちゃうんだけど、心構えを頑張りたい。来年は特に何に頑張りたい？一番最初に楽しかったって言ったと思うどんなところが楽しかったんですか？花を私なんでふわふわしてて、ふわふわしてたからなんか巻きやすい。ハックンが卒業するともう小学生いなくなっちゃうんだよ。そうすると祭りそのものが地区の小学生はいなくなっちゃって、あとは応援の方になっちゃうんだよ。分かんないです。どうなるか分かんない。なるべく使った。続きましては市役所インフォメーションのコーナーです。ということで生涯学習課の山中さんに伺います。よろしくお願いします。さあ、まずは令和元年の秩父学セミナー公開講座があるということで教えてください。はい、令和元年5月11日土曜日の1時半から3時半まで、秩父市歴史文化伝承館2階ホールにて、秩父学セミナー公開講座を行います。今回は、立正大学文学部専任講師の白岩博之先生をお招きして、方言を次世代に伝えるということというテーマで、ご講演をいただきます。皆様ぜひご参加ください。はい、秩父学のこちら秩父学セミナーということなんですけれども、これはいつもどういうものがいろいろ開かれてるんですか？そうですね、秩父のですね歴史であるとか民族芸能といったですねテーマをもとにですね、様々な講師の先生を招きして、開講をしております。はい、そして今回公開講座ということで誰でも参加できるんでしょうか？はい、皆様どなたでもご参加いただけますので、ぜひ、ご参加いただければと思っております。はい、では日時と場所を教えてください。はい、5月11日土曜日の1時半から3時半、秩父市歴史文化伝承館2階ホールになります。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひぜひですね、皆さん無料となっていますのでご参加いただければと思います。ということで山中さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日のゲスト、私も会いたい方に来ていただきました。今日のゲストはベルク代表取締役社長の大島隆之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで今日は実は多くの皆さんでお話を伺いたいなと思っているんですけれども、はい、実は、はい、私たちの横にですね市長にも来ていただきまして、はい、どういう仲なんですか？2人は同級生です。同級生、同じ町内で生まれ育ったな。町内も一緒なんですね。親同士も友達じゃあもう姉子同士も友達。すごいですね。はい、今日はもうたっぷりお話伺えればと思うんですが、その周りにはホテクマくんと
そして社長、こちらの可愛いこの子は、クーちゃんです。クーちゃん、はい、ベルクのクーちゃん、可愛いですね。はい、さあということでいろいろありますが、ぜひぜひゆっくりお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、まずはベルクというのはどのような店舗なのか教えてください。はい、あのベルクは食品を中心に販売するスーパーマーケットです。はい、秩父市内には4店舗ありまして、関東1円だと111店舗、はい、あの食品を販売してますから、まあ、美味しいものを少しでも安く販売しようと努力しています。もちろんお店が綺麗なことが大切ですので、綺麗なところでお客様に喜んで買っていただきたいと思っています。はい、111店舗というのはすごいなと思うんですけれども、はい、ベルクが歩んできた歴史っていうのはどんなものがあるんですか。はい、ちょうどですね60年前5月4日にですね、秩父市に、主婦の店秩父店として創業しました。はい、でその年の6月に宮の川に、主婦の店の1号店ができまして、皆さんよくご存知 の風車のマーク の主婦の店ですね、これが1号店です。これを全国に主婦の店グループというのができたんですが、関東の1号店です。ですから関東にまだスーパーマーケットがそんなにない時に、秩父市にはいち早くスーパーマーケットが開店しました。はい、私たちも主婦のお店というのが馴染み深いんですけれども、はい、そうですね、あの昔あの風に風車が回るように幸せくるくるやってくるって、こういう曲皆さんご存知だと思います。はい、はい、それで平成ですね、平成元年の時っていうのがまだ6店舗だったんですね。ですから、60年の中で今から30年前っていうのはまだ6店舗、そしてこの平成が終わる時にですね111店舗ですので、この30年間で105店舗出店しました。ですからあのスーパーマーケットとしてはですね、歴史があって、歴史がある中で急成長している若い会社とも言えると思います。はい、もう本当に私たちもね、あの希望の星だなというふうに思っているんですけれども、はい、あの秩父への思い出というのも大変強いというふうに伺ったんですが。もちろんです。あのベルクは創業の地ですから、初めの3店舗、1店舗2店舗3店舗っていうのはですね、秩父だけで20年間商売していました。で20年経ったところで初めて熊谷に4号店を出店いたしましたので、秩父の皆さんが本当に買い物をして支えてくださったおかげで、今のベルクがあるというふうに考えています。そして秩父に影森店ってあるんですが、影森店は、去年改装いたしまして、今ベルクが新しくこう新店なんかで取り組んだ新しいこういろんな焼き魚を売るとか、そういういろんな新しいことをですね、全部こう秩父のお店にも必ず還元するようにして、秩父のお店を改装し続けて最新の状態にしようとして考えています。はい、そんなあの秩父にこう力を入れてくださっているというのは市長さんにとってもすごい嬉しいことじゃないですか。いや、ありがたいですよね。あの買い物市民住民結構あのベルクさん利用していますし、そして今社長が言われるように新鮮でまだ品数も多いし、また夜遅くまでやっていただいているというのも仕事帰りにちょっと寄れるとかですね、実は私ベルクの大ファンで結構買い物してます。はい、私もいつもベルクカード持ってます。私も持ってます、ね、そうですよね。私もあの秩父市の道場出身で、はい、もう母にこう手を引かれてよく買い物に行きました。うん、あの母がスーパー行こうっていう時はもうスーパーって言えばベルクに行くということで、うんうん、小さい頃から買い物が好きでしたので私はベルクに入社しました。あ、すごい素敵なお話ですね。そしてこのベルクが60周年ということなんですが、はい、何か記念のイベントなどあるんですか。はいはい、あの先月のですね4月の14日からですねベルクの60周年の記念キャンペーンというのを始めました。ちょうどあの60周年ですから、還暦の格好した変なおじさんが写ったチラシからスタートしまして、で今月の13日までもういろんな景品が当たるキャンペーンを実施してますので、14日に13日までのレシートで14日までに応募していただければ間に合いますので、どうぞご利用ください。はい、もう私もたくさん応募させていただいておりますが、当たるといいななんて、はい、思っていますけれども、あのこれ見るとですね、あのチラシもこの大きなものがあるんですけれども、あの地域にあの暮らしを応援するようなサービスとかっていうのもたくさん載っているんですよね。はい、このあたりについても教えていただいていいですか。はい、まずあのベルクっていうのはスーパーマーケットですから、毎日のお買い物していただいて皆さんにこう健康な生活を送っていただくということが地域の皆さんに対する一番の貢献だと思います。まあ、スーパーマーケットそのものがですね地域の皆さんのためにお役に立っているというふうに思いますが、
私どもではですね、なんといってもベルクカードっていうのをやってまして、ベルクカードは100円に1ポイント貯まるカードです。非常に還元率が高いです。それと例えばですね、良質オアスなんていうお水のサービスもしてます。秩父のお水は水道水はとっても美味しいお水があるんですが、その水道水からカルキとかを抜いて美味しいお水ができます。そういうサービスを他の地区で始めて、よかったから全体に広げると同時に秩父にも必ず秩父の各店にも導入するようにしてます。なんかお買い物代行サービスみたいなのもあったりして、お年寄りとかにもすごく私たち助かりますよね。いや、すごい助かりますよね。東町店では店長自らがお買い物してくださった方にお届けするサービスしてますし、あとベルクリック、はい、あ、ごめんなさい、ベルクイックでお買い物していただいたものをこう各家庭で配送するようなこともサービスでさせていただいています。本当にいろいろなサービスをされていて、なんか社長さんもいろんなこうアイディアとかっていうのはどんなところでインスピレーションを受けるんですか？ですね、いろんなところを見ていくことと、それとやっぱり世の中時代がどんどん変わってますから、その世の中の変化のスピードが速くなってますので、その変化に追いついていくというようなことだと思います。そして今日はですね、私たちこの前にいろいろな商品を並べていただいたんですが、ちょっとこちらの商品などもご紹介いただいてよろしいですか？ですね、クラシニベルク、クラベルクっていうのが、この例えば牛乳にここについてるマークなんですが、クラベルクのマークがついてます。クラシニベルクを導入ということで、牛乳だとかヨーグルトだとか、今日はお持ちしてないんですが、豆腐だとか納豆だとか、そういう毎日の生活に必要なもの、ベルクのブランドとして232品目を作ってます。そしてそれ以外にですね、直輸入品で裏にですね、ベルク直輸入って書いてあるんですが、皆さんワインコーナーにはたくさんですね、ベルク直輸入って書いたワインがあります。これ直輸入ですから、安くて美味しいんです。これはスペインのカバ、カバって言うと動物園のカバではなくて、スペインのカバで、フランスのシャンパーニュ地方で作った作り方と同じ瓶の中で二次発酵している、そういう本格的な作り方のスパークリングワインです。で、ちょっと味もいいんですか？泡立ちのいいところが消えちゃってますが、はい、あ、すごい素敵な、すみません、綺麗な泡立ちで、すごく綺麗な、爽やかですごく飲みやすいんですが、本格的な味、これが、798円、すごく安いんです。ですからぜひご利用ください。ちょっとみんなで乾杯しちゃいましょうか。はい、乾杯。ありがとうございます。798円、お、すごく本格的な味わいで、そうなんです、ボディがちゃんとあります、はいはい、美味しいですね。これがお手頃価格っていうのも、消費者にとってすごく嬉しいことですよね。いや、美味しい、はい、市長さんもいろんなお買い物をされますか？はい、いや、いっぱいしますよ例えばこのメープルシロップ、カナダから輸入してるんですが、はい、これカナダ生まれカナダ育ちのベルクの社員がいまして、でメープルシロップをずっと一番おいしいメープルシロップを探してきて輸入しました。このワインはですね、ソムリエがベルクの社員でいます。そのワインの直輸入はそのソムリエが自らスペインに行ったり、はい、イタリアに行ったりして、おいしいものを選んできています。この蜂蜜はアカシアの蜂蜜です。香りのいい、本当においしいアカシアの蜂蜜です。ヨーグルトつけて食べたらおいしそうな、はい、そんないろんな商品が、はいはい、ありまして、私たちもね、本当に生活に密着する商品がたくさんありますので、本当に嬉しいなと思うんですけれども、はい、大島社長、今後のベルクの目標ってどんなところでしょうか？はい、ベルクっていう名前がですね、ベターライフ・ウィズ・コミュニティの頭文字を取ってますので、地域社会の皆様にこう健康で幸せな生活をしていただきたいというふうに考えています。ですから、お店を少しずつ増やすことで、その地域の皆さんが健康で幸せな生活を送れるようにということで、少しずつですね、お店を増やしていきたいというふうに考えています。
いや本当ありがたいなと思うんですけど、はい、市長さんどうですか、何か質問とかって、まあ、いつもお友達で仲良くされてるので、いや本当に小学校時代のイメージがすごい残ってる思い出すことがあって、どんなお互い学生時代だったんですか。うわもうすぐ近くだから、あの少年団で一緒に野球やったり、彼はバレー部だったんで、バレー大会とか、あとマラソン大会とか、はい、それとあの市の運動会でリレーの選手に出たりとか、お互いにスポーツマンでしたから、はい、またこんな形で大人になって会うというのはどうですか。そうですね、あのずっと会わなかったのがたまたま社長になれてから何べんかお会いできてるんですよ。本当光栄なことで、市長さんとこんな風に一緒に過ごすなんてことがね、あの普通できませんから、本当嬉しく思ってます、はい、いやいや、でもあの私たちも YouTube でこういったあの配信をしていまして、ちょっと新しい試みなんですが、ぜひベルクさんの商品もね、私たちもお店にお邪魔して紹介させてもらいたいなと思うんですが、ありがとうございます。そしてあのベルクさんの YouTube チャンネルもあるそうなので、ぜひそちらもねチャンネル登録していただいて、お得な情報を、はいはい、ゲットしていただければと思うんですが、あのバイヤーがですね、はい、いろんな産地に行ってこう仕入れをしてきた様子をあのベルクバイヤーが行くっていうのを、はい、YouTube で流してますので、うん、ぜひ、はい、そう楽しいあの VTR になっているので、ぜひぜひご覧いただければなと思いますが、はい、最後にすみません、お時間なくなってしまったんですが、はい、一言皆様にメッセージ、はい、お願いできますか。ベルクを長い間ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます、はい、今ちょうど60周年記念セールを実施しておりますので、どうぞご利用ください、令和の時代もお買い物はベルクでお願いいたします。ありがとうございます。もう本当に今日あのお越しいただきまして、私たち嬉しかったなと思うんですが、市長さん最後にどうですか、あの秩父にやっぱりベルクって欠かせないですよね。いや欠かせないですし、またあの住んでる方々にとって本当に馴染み深いところで、うん、助かりますよね、うん、1号店がもうあったこの秩父っていう、秩父の店からずっとね始まってるわけだし、うん、私たちも本当に今後も応援して、そしてあのお買い物をいろいろとしていきたいなと思いますので、はい、楽しんで皆さんにもぜひお買い物していただければと思います。ということで今日はポテクマくんとクーちゃんも、はい、応援に駆けつけてくれましたので、みんなで、ね、はい、楽しくこの後も過ごしたいと思いますが、大島社長今日は本当にありがとうございました。今日のゲスト大島社長でした。ありがとうございます。今日最後は秩父 PR のコーナー、イエーイ。さあ今日は木が香る秩父フェスティバルのご紹介を新井もこさんにしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず木が香る秩父フェスティバル、今年も行われるということで教えてください。木が香るフェスティバルは、道の駅秩父の方で5月の11日12日とこの週末に行われます。はい、これ内容はどんなものになるんでしょうか。秩父地域の森林の、PR と、あと各団体さんのその、各団体さんの協力を得て、木工製品の販売や、森林の PR をしています。はい、今手に持っていただいているのはこちらはまな板になるんですか。そうですね、地元の、イチョウの木を使ったまな板やこの箸を作っている業者さんがいるので、その販売等も行っております。はい、もう木が香るという名前がありますけれども、やっぱりこの商品見るだけでも木の香りが漂ってくるんですか。そうですね、あの材料の販売等もしますので、あの手に触ったり香りを楽しんでもらえたらと思います。はい、そして展示と体験などもあるそうなんですが、こちらはどんな内容になってるんでしょうか。そうですね、その森林の PR のパネル展示やら、あと丸太切りで子どもたちが一生懸命コースターを作ったりもします。はい、楽しそうな感じですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あのお天気もねとってもあのちょうどいい気候になりましたので、ぜひ皆さんもご参加いただきまして、秩父の木の香り楽しんでいただき、そしてこちらの商品などもねお買い求めいただければなと思います。では場所をもう一度教えてください。はい、5月の11日12日と道の駅秩父の方で開催いたします。はい、こちらですね、ぜひですね道の駅秩父で、はい、行われます。雨天決行ということですので、ぜひご参加ください。さあということで今日はですね、いろいろなゲストに来ていただいて、最後は、はい、ポテクマくんも、はい、まだまだいてもらってますけど、ポテクマくん今日楽しかったですか。
よかったよかった。はい、ということで今後もですね、このいろいろなゲストをお迎えしながら秩父の旬な話題をお送りしていきたいと思います。そして私たちチャンネル登録1万人目指していますので、ぜひ面白かったという方チャンネル登録お願いいたします。はい、ということでまた来週水曜日も更新しますので、来週もお楽しみ。では皆さん、バイバーイ。ラララララ。